本日もハワイオンラインサロンにお入りいただきありがとうございます。今回で7回目になります。今日も現地サポートメンバーを交えて約45分間になるんですが、留学のプロによるハワイの情報を皆さんにお伝えしていきます。ここでしか聞けない現地最新状況、スクール情報のほか、滞在を充実させるレストランやアクティビティなど、ガイドブックに載っていないハワイの魅力や楽しみ方をお伝えしたく、月2回お届けしています。今回もスペシャルゲスト、親子留学ママのマリエさんよりハワイ留学の生体験談、カピオラにコミュニティカレッジ情報、留学先で出会った友達と行きたいクアロア牧場アクティビティのほか、特別コンテンツではハワイ人気のローカルフード、ポケやロコモコのイーマミー勝手にランキングなど、今回も盛りだくさんのコンテンツでお届けしたいと思います。はい、前回から第1部の留学情報の後に現地メンバーも交えてハワイで何でも Q&A タイムっていうのを設けることになりました。こちら自由参加なんですけれども、また入れる方はぜひ入ってください。コアな情報出ることもあるので、皆さん結構メモを一生懸命取ってくれてるようなので、ぜひメモのご用意をお願いします。また個別に質問がある場合は、Zoom のチャットの方で入れといていただければ、後ほど可能な限り取り上げさせていただきたいと思っています。第1部はマイクのミュートをお願いします。はい。おはようございます。現地留学サポートの村井です。本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではまずいつもの通り、ハワイの最新状況をご案内します。はい、いいですか？屋外でのマスク着用が不要になったと前回お伝えしましたが、ハワイはそこからさらに前進しています。ハワイは4段階からなる感染状況リカバリープログラムを独自に進めていましたが、つい先日これまで長らく続いていたティア3からティア4に移行しました。一覧をご覧いただくとわかると思いますが、催しや集会の上限が10名から25名に緩和されたり、ビーチやキャンプなどの制限人数も大きくアップしました。後ほどビーチバーベキューなどにも参加されているマリエさんにも聞いてみたいと思うんですが、アラマナビーチパークなどは大人数でバーベキューを楽しむ人が増えているようですね。また結婚式などの冠婚葬祭は100名上限だったものが200名上限と緩和されています。注目すべきはバーやカラオケ、クラブなどのレクリエーション施設の営業制限が解かれたことや、コンサートなど大型のイベントも感染防止対策をクリアすれば収容人数の 50% にて開催できるという点です。カラオケやバーなどはお店によってワクチン接種証明の提出を求めるところがあるんですけれども、ハワイ州としては現在行政で取り決めをすることは想定しておらず、各事業者や民間による自主的な管理、感染防止策を求めているようです。大型のイベントで言えば、ハワイで毎年行われていたフライイベントなども相次いに中止になってしまっていましたよね。これはとても大きな変化で、今後に期待が持てます。2回目のワクチン接種を済ませた方の割合が 50% を超えて、現在ニューヨーク州の 53% に次ぐアメリカの州では第2の接種率となっています。なお現在ティア4までのプランだったものがティア5、5段階目の解除方針の策定を目指して活発な議論が進んでいるようです。で、第5段階目になるとどうなるのかなっていうのをまた後ほど聞けたら聞きたいですね。ここで弊社を通してハワイで親子留学中のマリエママさんに、渡航の状況や現地の雰囲気、子供と過ごすハワイの日々といった生の声をお聞かせいただきたいと思います。5歳の娘のゆいちゃんと一緒に5月の半ばよりハワイで親子留学を満喫中で、先月の第6回にも登場していただきました。スクール開始後間もなかった前回から約1ヶ月が経って、日々の生活、ハワイの状況もだいぶ変わってきたと思います。マリエさんに聞いてみたいと思います。マリエさん、はい、アロハー、はい、お願いします。こんにちは。おはようございます。お願いします。はい。あれからまた1ヶ月が経ちました。はじめましての方も、お久しぶりの方も、こんにちは。親子で5歳の娘と一緒に、ハワイに留学しております。マリエと申します。1ヶ月の間の様子をですね、また動画の方にまとめてみました。
たので、そちらの方をご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、私はですね、5月7日に、羽田空港を出発してワイキキに到着しました。その当時の印象は意外と人がいるなという感じでした。そして現在ですね、娘は WCC のプリスクールの方に入学してます。入学にあたっては、再度 PCR 検査、TB 検査などを、行う必要がありました。そして必要なもの、追加で必要なものはこちらのロスという衣類が激安で揃うお店で、追加購入をしました。こちらおすすめです。そしてですね、 KCC マーケット、毎週土曜日の朝やっている、朝市というかマーケットですね、こちらに行ってまいりました。現地のもの、土地のものだったり、お野菜とか果物とか、あとは、ハンドメイドのジャムとか手作りのものがいろいろ売っていて、とても楽しいと思います。はい。で、ドールプランテーションの方にも行ってきました。こちらですね、園内をぐるっと一周回る、トロッコ列車に、乗ってきました。これも風が通っていて、とても気持ちのいい列車でした。私はだいたい1時間ぐらい、待ちましたね、当日。はい。そして私の最近のマイブームはですね、ビキシェアで、サイクリングをするのにハマっていまして、朝はですね、だいたい2時間かけて、ワイキキの街を走っております。車とかバスだとなかなか行けないような、小道だったりとか、自転車だと小回りが効くので、いろんな場所、いろんな発見があって、毎日とっても楽しく過ごしております。はい。そしてですね、初めてですね、娘と一緒にパラセーリングに参加してきました。これは高さが75メートルと100メートルの2パターンから選べるんですけれども、私たちは100メートルの方を選びました。100メートルの上空から見るダイヤモンドヘッドだったり、ワイキキのビーチは、とにかく綺麗で、はい、風も、とっても心地よくて、すごくいい経験になりました。で、娘は毎日、アルファベットの書き取りをしていますね。で、週末になると野外でバーベキューをしたりとか、海で一緒に友達と一緒にカニを取ったりとか、大自然の中でのびのびと楽しんでいます。日本にはあんまりないようなこういった広々とした公園の中で、スケートボードをしたりとか、毎日とても楽しそうです。そしてまだまだ娘の学びの日々は続いているような状況です。はい。1ヶ月ぐらいですかね。最初はゆいちゃんがね、結構英語がなかなか入りにくかったような感じだったんですけれども、1ヶ月経ってどんな感じになんか変化が見えますか？いや、本当に子供の成長は早いもので、1ヶ月経って、だいたい先生が言っていることは、聞き取りはできるようになってきました。で、ただまだ、自分の伝えたいことを言葉にして表現することはまだ難しいんですけれども、簡単な挨拶とか、単語をつなげて何かを伝えるっていうことは、1ヶ月経って少しずつできるようになってきました。そうですか。よかったです。なんかね、ママと、ゆいちゃんの英語の取り組みが、またこれだけでも、ドラマになるような、素敵な取り組みをしていらっしゃるので、テスト作ったりね、クロスワードパズルを手作りで作ったりとか、すごく素敵なことをね、一生懸命されているので、それもまたご紹介していけたらいいなと思ってます。はい。で、まりえさんには後ほど第2部でもっとゆっくりお話を聞けたらなと思ってますので、もしお時間がある方はぜひ残ってください。まりえさん、後ほどまたお願いします。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。第5回のハワイ大学ナイスプログラムご紹介したんですけれども、そちらに続きまして今回はハワイ大学系列の人気校 KCC カピオラニコミュニティカレッジをご紹介したいと思います。はい、KCC はハワイ大学機構のコミュニティカレッジ7校のうちで最大規模の2年生大学なんですね。学生の多くがハワイ大学メインキャンパスであるマナー校に編入するため、大学編入準備コースが非常に充実しています。学生の多くはリベラルアーツ、一般教養を学んでマナー校に編入しますが、ビジネス、看護学、フードサービス、ホスピタリティなど職業プログラムのほか、ハワイ州で唯一緊急医療サービスや
弁護士アシスタントのプログラムを設けています。入学に際しては TOEFL だけではなくて IELTS とか TOEIC とか英検とか複数の英語スコアを受け入れていますね。KCC は日本人に非常に人気で日本人スタッフもいますし、世界35カ国から300名以上の留学生含めて約6400人もの学生たちが学んでいる賑やかなキャンパスです。いわゆる短大となりますので、興味のある方限られるかもしれないんですが、シニアの方にもね、結構いい短大だと思います。すごくいいところなので、ぜひ聞いていてください。それから、こちら、KCC で有名なのが、先ほどマリさんおっしゃっていた、毎週土曜日の7時半から11時という時間にやっているキャンパス内駐車場であるマーケットなんですね。ハワイ最大級100以上の屋台が並ぶ日本のお祭りさながらの活気が魅力のファーマーズマーケットなんですね。日本関連のビジネスの出店も多く、日本語が通じやすいというのも嬉しい点です。こちらもともとは英語でカリナリーと呼ばれる日本でいう調理業界を目指す学生のためのプロジェクトとして運営されるようになったんですが、どんどん大きくなっていってワイキキから近いこともあり、一大観光スポットになっていったという経緯があります。生ジュース、ジャム屋さんやピザ屋さんなど KCC といえばという人気店のほか、ハワイアン料理やハワイ産食材にこだわったお店が並んで、とにかく美味しく楽しく心地よくハワイの朝を過ごせるので、滞在中の朝活としてぜひ行ってみてください。マリさんも早速行かれてましたね。はい。お話をカレッジ短大に戻します。海外から留学生が米国内で大学短大を卒業する際、OPT と呼ばれる期限付きの有給インターンシップの資格が与えられるんですが、すでに日本で短大あるいは大学を卒業していて、さらなる学位の取得が必要ない方、予算や留学期間に制限がある方でも、数ヶ月で規定のクラスを修了すれば、学位取得後でなくても、米国での有給インターンシップでの滞在資格が得られるっていう、プログラムがあるんですね。こちらの学校ね。こちらカピオラニコミュニティカレッジならではのプログラムになっていまして、学部により定められた単位を取得して、サーティフィケートオブアチーブメントと呼ばれるコースの修了証明を取得後、最長1年間、有給または無給で、米国で合法的に就労できることになります。近年、米国で就労ビザ取るの大変難しくなっているので、比較的手軽に、そして合法的に就労体験ができるっていうとても貴重なプログラムなんですね。大学卒業後、就職前に語学力アップとキャリア経験の両立を図って留学といった活用方法がいいと思います。サーティフィケートで人気なのは調理、栄養など食物分野や観光ホスピタリティなどハワイならではのものが、まあ、得意なんですね、この学校はね。社会に出る前の若者たちに良いプログラムになりますので、日本の若者皆さんにぜひ教えてあげていただきたいです。カレッジのロケーションですが、ワイキキまで車で7分とアクセスがいいことがポイントです。ダイヤモンドヘッドのふもとにあり、自然、ビーチ、壮大な公園が近く、高級住宅街のカハラやハワイ海も一望できる最高の環境にあります。KCC ですが、例えば人数が4、5名集まると、フラやハワイアンカルチャーなどオリジナルのプログラムを組んでくれるっていうサービスというかね、まあ、クラスがあるんですけれども、お友達と共通の趣味を一緒にっていうことで、今までと違う実りある学ぶハワイっていうものを、やってみていただいてもいいかなと思います。現在特にね、人生の先輩、シニアの皆様に、こちら KCC を含めてハワイで学び楽しんでいただくプログラムを企画中ですので、ぜひもうしばらく待っていただければと思います。はい。それでは次のトピックに行きます。今回は留学先で出会った友達と行きたいアクティビティと題して大人気メジャーツアースポットのクアロア牧場をご紹介します。さてこのクアロア牧場、オアフ島の北東側海岸線にあり、ホノルルからは遠めのエリアで週末に遠出で遊びに行く感じになりますね。こちらクアロア牧場、まずとにかく広くて、なんと東京ドーム500個分の広さを誇ります。ガイドブックやハワイの旅番組でもよく出てくる有名な牧場ですね。今回、今見サロンの皆さんには、ハワイの、私も滞在中に何度も行ってるんですけれども、知らなかったコアなクアラ情報をご紹介したいなと思ってます。
まず歴史なんですが、1850年頃、今から130年前に遡り、当初は牧場ではなくオアフ島最初のサトウキビ栽培と精製を行う場所だったんですね。約20年後、干ばつをきっかけにしてこのエリアのサトウキビ産業が終わりを告げて、1900年代初頭、牧場として運営が始まりました。今から約50年前、1970年代頃から子供から大人まで楽しめるアクティビティができる牧場となったんです。現在は乗馬、バギーのほか、ジュラシックパークなどの有名な映画のロケ地を楽しむ映画村バスツアーなど、ワイキキとは違った一日を過ごすことができます。様々な年齢層向けに実に多様なアクティビティやパッケージがありますが、今見では陸、海、空とちょっと欲張りに3つほど一押しのアクティビティを紹介したいと思います。まずは陸行きます。陸でおすすめするのは、ラプターと呼ばれる6名乗りのオフロードタイプの車で、クアローが誇るハワイアンの秘境であったカーバ渓谷を疾走するアクティビティです。日本で車を運転される方は多いと思いますが、オフロードでの運転はテンションが上がり、子供たちと一気に打ち解けられると思います。景色やアクティビティの楽しさはもちろんなんですが、このアクティビティをおすすめする理由はチームビルディングがあります。チームビルディングというのは一緒に何かを成し遂げる共通体験ということで、絆や連帯感、思い出などを築くことを指します。陸のアクティビティには乗馬、ATV、映画村ツアーなど個人を打ち出したものが他にもたくさんありますが、一緒にとか共同体験という意味で仲間と行きたいおすすめとしてご紹介したいと思います。なお、運転があまり得意でない方は運転が得意なお友達を連れて行ってください。はい、続いては空、空ですね。カーバ渓谷の相当奥地まで行けるジップラインをご紹介します。ジップラインはワイヤーで滑空していくアトラクションで、ハーネスを装着し安全性が高いんです。一本目だけは少し勇気が必要な場合がありますが、慣れてしまえばシニアの方でも意外と簡単に楽しめてしまうようです。最近はハワイにもジップラインブームと呼ばれる流行が起きていて、現在はオアフ島にも何箇所かありますが、クアローさんはラインの距離が長いことと、カーバ渓谷のダイナミックな景色の良さが特徴です。一番長いラインは陸上トラック1周分、なんと400メートルの大滑空になるんですね。普段の生活では体験することができない開放感を感じていただけると思います。続いて、最後の海、海です。クアロアにはシークレットビーチと呼ばれるプライベートビーチがあるんですね。かつて古代ハワイアンが海の恵み、魚類の安定供給を目指して作った養殖池。フィッシュポンドを専用の船で渡った先のひっそりとしたビーチから一気に外洋への船出をしました。このエリア、大好きなパワースポットの一つでもあり、人工物がほとんど見えないコオラウ山脈の壮大な海岸線で青い海、ハワイの風を感じるところなんです。留学して少し英語に慣れてきた頃には、ナビゲーションシステムにもなかった時代のハワイアン祖先がどのように航海したのかといったためになる英語の説明も理解できるようになるかもしれません。はい。クアロアに行く際には、水分、スナック、日焼け止めやタオルなどの持参と、携帯電話を首から下げるなど、リュック、あとウエストポーチなど、手が自由になるような装備で楽しんでいただくことをお勧めしています。ハワイの生活に慣れたら、ぜひお友達やご家族を誘って、行ってくださいね。ご家族がね、来られた際に行ってもいいと思います。では、続きまして、大人気特別コーナーに行きます。毎回ハワイに関する特典のトピックを深掘りしてご紹介しています。第7回の今回は、ハワイローカルグルメを掘り下げ、また食べ物です。今見勝手にランキングと題して、ハワイで人気料理のポケ、ロコモコの魅力と特徴をとことん追求します。さらに独断と偏見で勝手にランキングにしてしまいます。まずは今日もポケの歴史について知っていきましょう。日本人にとってのお米のような存在のタロイモとともに、豚や鶏などの陸の食べ物のほか、魚をよく食べていたんですね。特に魚は貴重なタンパク源で、陸地近くにはマグロなどの大型の魚は入ってこないため、マグロやカジキなどの大型魚はカヌーで釣っていました。
その時代のポキはハワイ語でアヒと呼ばれるマグロなどの魚のぶつ切りにシーソルト、オゴと呼ばれる海藻、ククイナッツと呼ばれるナッツを砕いたものを混ぜたシンプルなものでした。場所によってはさらにそれを発酵させた酸っぱいポケもあったようです。食べ方は先ほどタロイモを練ったポイと呼ばれる紫色の芋のペーストと一緒に食べることが多かったこともあり、結構塩味の強いものだったようです。やがて外国船や移民によって様々な食材が持ち込まれるようになり、玉ねぎやごま油といった味や食材のバリエーションも広がっていって、今ではスパイシーマヨネーズやオイスターソース、わさびなどのフレーバーものや豆腐を使ったビーガンスタイルなど、様々なポケが楽しめます。さて、ハワイの人々にこよなく愛されるポケですが、果たしてどこが美味しいのか、今見て思い切って各地のポケの美味しさや特徴から独自のランキングをつけたいと思います。私はこれが好きっていうおすすめがあれば、ぜひ後ほど聞かせてください。はい。第4位からいきます。ニコスピア38ですね。オアフ島の鮮魚市場のすぐ隣にあるレストランのポケで、ハワイ周辺の海と同タイプのキハダマグロが泳ぐ地中海エリア出身のフランス人目利きシェフ、ニコ氏が毎朝隣の市場で目利きしたマグロが楽しめます。ポケ丼の場合、2種類の鮮魚とアソーテッドと呼ばれるもう1種類の計3品から選べます。おすすめは海藻の入ったアヒ、リムとアウと呼ばれるカジキ。生のホタテをガーリックで漬けたガーリックスキャロップですね。マグロの質、安定感がピカイチで、ふりかけやガーリックチップスなど、いろんなトッピングをかけてお楽しみください。第3位、タムラズのポケ。はい。買い向きなどにあるワイン屋さんのポケバーが美味しいんです。ここでは、まずオーソドックスなアヒが美味しいタムラズオリジナルがチョイスです。ワイン屋さんらしく、お酒が進む味付けで、醤油にほんのりみりんが使われていることがポイント。他には、ピピカウラと呼ばれるハワイの干し肉や、カルアピックなどのポケも楽しめます。量り売りで約 100g から買えて、いろんな種類を少しずつ楽しむことができます。コンドミニアムのテラスで白ワインを飲みながら、ちょっと大人のタムラズのポケを楽しんでみてください。はい。第2位いきます。マグロブラザーズですね。ワイキキ勢に大人気のポケ屋さんです。築地でマグロの仲買人をしていた兄弟が営んでいるポケ屋さんで、マグロの味にうるさい、日本人が美味しいと感じるマグロに出会います。一度に大量に調理して時間が経つと色や食感が落ちてしまいがちなポケ業界ですが、ここは手間を惜しまず小分けにして調理するため、ちょうど良い漬かり具合とマグロの食感、風味をハイレベルで楽しめます。ハマチもしっとりとしたご飯も美味しいんです。人気コンドからも近いので持ち帰って緑茶などと一緒にお部屋で楽しんでください。はい、そして第1位いきます。マノアというところにあるオフザフックというお店なんですね。マノアと呼ばれる閑静な住宅街に神聖のごとく現れ、コロナ禍でもマノアローカルが毎日行列を作るポケ丼屋さんです。オフザフック、針から外したてと英語の名の通り、朝一番に漁師から直接仕入れた新鮮なマグロを使用しています。正統派のハワイアンもいいのですが、ぜひ試してほしいのが、おろした生姜とネギのソースをかけたコールドジンジャーアヒポケと、味噌とシソの香りが特徴のやみつきになるジャパニーズデラックスポケの2つです。コロナ禍の今はテラスのテーブルなどが撤去されていますが、コロナ明けには深いグリーンに包まれるマノアで写真を撮りつつ楽しみたい、そんなポケです。はい。そして番外編として村井さんのおすすめフードランドのポケバーもご紹介しておきます。ローカルと留学地の皆さんの食卓の強い味方、とにかくバリエーションが豊富で少量から買える量り売りがポイントです。一押しのサーモンのポケはほんのり甘めの醤油とネギの甘みがたまらない一品です。はい、お腹が減ってきますけれども、さらにロコモコもご紹介したいと思います。ロコモコはハワイの人々がこよなく愛するソウルフード的な料理で、ハワイといえばで思い浮かべる食いしん坊な皆さんも多いのではないでしょうか。は
絵によって背景からご紹介しますが、ハワイのロコモコの火付け役はハワイ島ヒロのカフェ100と呼ばれる大衆レストランというのが有力な説なんですね。ホノルルに次ぐ大きな街のヒロにはかつて多くの日系人が住んでいました。当時はお客さんがこんなの作ってよといった具合にリクエストをしていた緩い時代で、カフェ100にある日、日系人のお客さんがやってきてこんなのを作ってほしいと、ハンバーグをご飯に乗せグレービーソースをかけてから目玉焼きを乗せるように説明します。おかみさんがそのメニューなんて呼ぼうかって聞くと、お客さんがロコモコって叫んだんだそうです。カフェ100はその後ロコモコメニューに固定して、やがてお店の看板メニューとなっていったというのがロコモコの始まりです。思えば日本のデミ玉ハンバーグに似ていると思いませんか？ハワイ版即席デミ玉ハンバーグ丼とも呼べるロコモコの特徴はグレイビーソースです。デミグラスソースは調理にすごく時間と手間がかかるため、アメリカでの肉の焼き汁に小麦粉と塩コショウを加えたグレイビーソースが大変人気で、ロコモコの主流のソースになります。さて、そんなロコモコですが、今見はこちらも勝手にランキングをつけてしまいます。第4位からこちらもいきます。はい、第4位、49ers。パールハーバーのすぐ近くにあります。アイエアというところなんですね。1949年創業の老舗レストラン。トンネルズの北ナトランでも取り上げられた大衆食堂で、バナナパンケーキのイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、ここは椎茸の旨味が特徴のグレイビーとアメリカっぽい肉質のハンバーグが特徴で、飾り気のない丼でドーンと出てきます。店内はオールドハワイにタイムスリップしたようなレトロ感たっぷりの中で食事を楽しめます。第3位、モエナカフェ。ハワイ海ですね、こちらはね。港にあるカフェです。エッグベネディクトからサラダなどのカフェ系メニューの中で、ロコモコは一色を放ちます。ロコモコはハンバーグという概念を壊して、ショートリブを煮込んで、ほろほろとスプーンで崩れるお肉をデミグラスでいただきます。おしゃれで美味しいロコモコ、メニュー豊富で女性だけでも行きやすいのがいいんですよね。第2位、いきます。リリハベーカリーですね。先日ココパフで紹介した長い歴史を持つパン屋さんです。ショップの奥にある食事カウンターで食べられるロコモコで、ローカルから絶大な支持を集めていて、地元の新聞のランキングの上位の常連なんですね。シンプルでオーソドックスなロコモコは飽きがこない美味しさで、ビーフの旨味が強いグレービー、歯ごたえのあるハンバーグと固めのご飯でガツンと食べられます。はい、それでは栄えある第1位に行きます。レインボードライブインですね。ここを食べずしてロコモコを語ることなかれと言っても過言ではないかもしれません。リリハベーカリーと同じくオーソドックスでシンプルなロコモコはいつ食べても安定の美味しさです。スムーズな優しい味のグレービーソースは1949年の創業当時から時代に合わせて少しずつひっそりと進化を遂げていて、ローカルのランキングで常にトップランカーでホノルルの胃袋をつかみ続けるロコモコの王様的存在です。セミオープンの店内からは駐車場が見えるため、週末になるとサーフボードを車の屋根に積み、お腹を空かせたサーファーが集まる風景は昔からあまり変わりません。ところで皆様、サイミンと呼ばれるローカルフードはご存知でしょうか？はい、ハワイのローカルで知らない人はいないくらい、とってもポピュラーな食べ物で、干しエビやカツオ節、だしなどの澄んだとスープが特徴の中華麺を使った料理です。トッピングはチャーシューやナルト、スパムを入れる場合もあります。プランテーション時代に生まれ、今ではローカルの小腹が空いた時の鉄板フード的な存在で、アレンジとして麺をからし醤油につけて食べると、なぜかシューマイのような味がします。ハワイのマクドナルドでも食べられる、ローカルのソウルフードの一つです。覚えておいてください。サイミンですね。他にはジッピーズの映像にあったパレスサイミンがおすすめです。以上、ハワイを代表するローカル料理でした。はい。
食べ物に関して行きました。実はまだまだ紹介したいローカルグルメですが、もう本当に今見のスタッフ、食べ物の話になると本当に盛り上がっていて止まらないんですね。もうすいません、食べ物の話が多いですけれども、皆さんぜひハワイの食を楽しんでほしいと思います。また食べ物が来ると思います。はい、それでは、今回はこの辺で、第1部を終了させていただきたいと思います。ご案内の通り、今回オンラインサロン3部制を予定していましたが、第3部は開催延期とさせていただいて、この後第2部座談会に移らせていただきます。質問やハワイトークで盛り上がる時間となりますので、お時間がある方はぜひこのまま残ってください。お忙しい方、ご自由にご退席ください。はい、まずは以上をもって第7回オンラインサロン終了いたします。次回は7月31日を予定しております。また盛りだくさんの情報で、特別企画を用意していますので、また楽しみにしていてください。はい、では、ご退席される皆様、ありがとうございました。素敵な週末をお過ごしください。ありがとうございます。入らせていただきます。おしゃべりをしていきたいので、こちらはぜひミュートを解除して、おしゃべりにどんどん参加していただきたいと思います。それでは、まず、座談会の方ね、ここで用意しているのが、門田さんのリクエストのご質問ですね。ご参加の門田さん、ありがとうございます、今日も。はい、質問をいただいていまして、こちらのハワイのイタリアンランキング。これは、モダンラグジュアリー。これはどのようにして、あれですか、見つけられたんですか？ミュート解除。行きます。親戚がハワイにいて仕事してるんで、その人がこれを教えてくれて、その人の行きつけのとこです。食の英二さん2人とも食強いんですけれども、ぜひ英二さんお願いします。はい、これウェブサイトモダンラグジュアリーという雑誌で出てきてるところなんですけれども、結構レストランの方向性がバラバラです。なんでどこのレストランがっていうところはすごく方向性として難しいんですけど、まず、このアペティートっていうのは、まあツーリスト向けという感覚が強いレストランで、まあ、値段的には、比較的リーズナブルな印象のところです。で、そうだな、ピザとかが強いかなっていう印象ですね。で、次なんですけれども、ノエ、これは、いわゆるハイエンド系イタリアンで、もし同じカテゴリーに入れるんであれば、カハラの方の、アランチーノに近いタイプ。ただ、もうちょっとこう、海っぽい感じのメニューが、充実してるかなっていう印象です。で、すいません。あとはですね、ルシェロ。これはどちらかというと、知り合いとちょっとシャンパンを、飲む。ごめんなさい。ちょっとページ出てこないですね。シャンパンを飲みながら、楽しむ、ところで、まあ、ちょっとした、サンドイッチとか、で、それから、まあ、少しワイン飲みながら、のんびり過ごせるようなイタリアンタイプ。で、このビーノっていうのは、最後に出てきてるんですけども、ちょっとファミリーっぽい感じで、あまり観光客の人たちをターゲットにしてない、ローカル感が強いところ。で、ワインの種類が、豊富。というところが、ポイントになるのかなと思います。はい、うん、はい、ありがとうございます。これ、英二さん的に一押しがどこでしたっけ？個人的にはビーノが好きですね。まあ、行きやすいということ。うん。ローカル。もし、なんか記念日をお祝いするイタリアンだったら、おそらくノエにすると思います。そうです。記念日とか誕生日系だったら、そっちだろうなと思います。はい。これはまた、あれですね。お店の名前をお送りした方がいいですね。皆さん、参考にして、これ、また行ってみてください。チャットの方に貼り付け、チャットの方に貼り付けるので、皆様。そうですね。チャットにじゃあ貼り付けてあげてください。皆さんに。すいません。それで、村井さんは？村井さん的には？村井さんはあれですよね。大衆食堂が好きなんですよね。そうですね。まあ、この中で言えば、一番最初のアペティートさんなんていうのは、行ったことあって、気軽に、結構ピザが美味しくて、安くてですね、大衆の好みの私としては、おすすめのところであります。でも、まあ正直ですね、私が一番行くところは、アランチーノという、イタリアン
が多いですね。これ、まあ、先ほども出ましたけども、カハラにちょっと高級志向な、もの。それから、マリオットホテル。あとは、最初、道の名前忘れたんですけど、まあ、私がよく行くお店、なんですけど、3店舗のうちの、まあ、そこは非常に、まあ、ローカルにも優しい値段を出してくれますし、かといっても味的にはですね、日本のスパゲッティに、負けない、人によってはそれ以上じゃないかというほどハワイではちょっと信じられないぐらい、ちゃんとした、スパゲッティが食べるということで、まあ、しょっちゅうとまでは行きませんが、行く、お気に入りのお店はこのアランチーノになりますんで、まあ、皆さんね、ご存知の方多いかと思いますけれども、ぜひいらしたら、ここら辺をね、アランチーノあたり行ってもらえるとよろしいんじゃないかなというふうに思います。アランチーノ行かれた方、皆さん大体は経験があるな。マリエさんまだですか？桑山さんも絶対行ってくださいね。アランチーノ。まあ皆さん大体ね、一回行くかなという感じですよね。外しちゃいけないところですよね。ぜひ。はい。ということで。大丈夫ですか門田さん。ミュートを外しました。何回か行ったうちで、高いレストランのはたくさんあっても、安いのは、まあ、やっぱりイタリアンだなという感覚があってですね。うん、で友達と行くのもそういうとこに行った方がいいかな。もうそれがない、それが見つからないときはもうしょうがないから、なんとかせんべい、丸亀せんべい、丸亀せんべいぐらいで、その言葉あったんですけども、イタリアンがね、こうちょっと親戚にが教えてくれたのが、こんなのいいですよって、アランチーノとかはちょっと、もういいんですけども、ピザ食べるの好きなんですね。それ、だったら、うん、ワイヒキにありますっていうのを教えてもらいました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。リクエストをこんな風にいただきましたので、はい、何かありました。ちょっと遠いですよね。バラつき。そうですね。割となんかね、散らばってるランキングだったみたいですね。そうですね。はい、どうも。ありがとうございます。ぜひ行ってみてください。イタリア系の人って多いんですか？質問なんですけど、イタリア系の移民って多いんですか？ハワイはですね。はい。うん。そうでもなさそうですかね。うん、そんなに多分多くはないんですけど、まあ、ご存知の通り、アメリカでは結構イタリアの移民。アメリカはイタリア料理多いですよね。そう、だからイタリアンの、まあ、アメリカン系のイタリアンみたいなのが ありますよね。で、おそらく値段的にはその辺が一番安くなる。そうですか、はい。ではアメリカンダイナー系のイタリアンメニューみたいな感じ。例えばミートボールで。グレープが、そうそうそう。あでも、本当の、そう、だからアメリカを持ってきたって感じですよね。そう、だからアメリカ風イタリアンみたいな感じのが多分一番、安くて。うん。まあ日本もどういうとこある？はい。すいません。ちょっとマリエさんにぜひ、今回、すいません。イタリアンそろそろここで、一旦止めさせていただいて、はい、また引き続き、次回もお話しできると思いますので、ぜひね、マリエさんが、リポートしてくださるときに、質問しておきたいなと思いまして、はい、ぜひ、ください。はい、ハワイの方の直送のリポートなんでね、マリエさんミュート解除お願いします。はい。皆さん、マリーさんに今もうハワイで親子留学進行中なので、本当にハワイの状況でもぜひ聞いていただきたいと思うんですが、あとスタッフにでもいいですけれども、ぜひハワイのスタッフに直送の情報を、質問ありませんか？マリーさんに、じゃあビーチバーベキュー？ちょっとビーチバーベキューっていうの、皆さん行かれたことありますか？ハワイで。ビーチバーベキュー。ちょっとローカルに混じって参加されてるんですよね。ハワイに来て、こんなに皆さん毎週バーベキューをやってるのかっていうのに、ものすごい衝撃を受けたんですけれども、週末になると、もうあらゆるところでみんなバーベキューやってて、すごいですね。そしてまた、外のね、気候もすごくいいから、開放的な中で、魚を食べて、焼いたり、肉を焼いたり、とっても楽しいです。バーベキューって興味ありますか？門田さん、桑山さんとか、バーベキューやってみたい、やったことあります？ハワイで、ビーチで。
あ、やってます。もちろんです。やっぱり。バーベキューに参加していただけるようにしたいなと思っているので、なかなかローカルの友達とかいないとね、あとお友達と大人数で行ってる場合は結構できるかと思うんですけども。うん、いや、これもね、アメリカンカルチャーの一つなんですよね。バーベキューも。うん、肉、こう、もう表でやれば何人入ってもいいですし、っていうことで。これもアメリカンだと思います。すね、はい。そうですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、マリエさん、ビキの、なんか、ビキのことを活用ね、されると本当に便利なようなので、ぜひそこを掘り下げ、はい。皆さん乗られたことありますか？ビキは。どうでしょう。ですね、調べたら、ハワイの中心部で130箇所、ビキスポットというのがあって、そこに自転車がたくさん止まってるんですね。で、まあ、自分のカードがあれば、登録ができるんですけれども、30分4ドルからっていうコースと、5時間300分、25ドルっていうコースの2パターンあって、で、そっちの後半の方は、何度でも時間内であれば、どこでも乗って、捨ててできるっていう、すごく便利な、シェア自転車ですかね。130箇所ってすごいですよね。狭い範囲なのに。ね。130、そうですね。もう、そう、すごいですよ。何箇所。そうそうそう、こんな感じで。で、ちょっとこれ私、先日の出来事なんですけれども、もし乗られる際に、注意していただきたいのが、ものすごい警察が厳しくてですね、ビキスポットってこう、歩道にこうやって自転車が置いてあるんですね。で、私、その、返そうと思って、自転車で、歩道を3メートルぐらい乗ったまま走ったんですよ。そしたら警官に止められて、切符切られました。要するに人が歩くところを自転車で通ったもんで、それで、まあ、たった3メートルだったんですけど、55ドルの罰金を取られましたので、皆さん気をつけてください。ビキ乗られますかね、ハワイで。また小山さんも乗られますかね。気をつけてくださいということで。罰金取られない。はい。質問なんですけども、質問。はい。例えば、ビキじゃなくて、友達の、バイセコを借りて乗ってて、その、歩道を やってる人はどうなんですか？やっぱり捕まるんですかね、今。タイミングが悪いと捕まります。基本的には違法という扱いになるみたいなので、車と同じように走行しないといけないので、逆走もできないし、歩道乗り上げも罰金の対象になるみたいです。歩道は押せばいいんですか？あ、そうです。降りて押さないといけないです。走って取られたんですね。走って。走ってっていうのは乗ったんです。あ、そうそう。乗ったまま歩道を走っちゃったんです。なるほど。これはヘルメットを被るんですか？はい、推奨って書いてありましたね。あ、じゃあ特にマストっていうか、ね、はい、あれではないんですね。はい。なるほど。はい、ビキ。使えそうですかね。小山さんどうですか？重いことはないんです。電動じゃないですよね、これね。普通のですよね。あ、で、電動じゃないです。ないですよね。でも、そんなに急な坂がないので、ちょっと買い物行くとかも、とっても便利だと思います。はい。はい。参考にさせていただきます。ありがとうございます。質問ありませんか？現地スタッフも今日あんまり喋ってなくて、なんか私ばっかり喋ってて結構残念なんですけど、マリエさんと、あと現地スタッフもいいですか？もう時間がそろそろ来てしまって、過ぎてるんですよね、時間ね。ですので、はい。そろそろでは終わらせていただきます。ありがとうございました。今日もまた。はい、次回もぜひ、また、だんだんね、小山さん10月から、ね、一人で留学されるんですけれども、だんだん近づいて、本当にあっという間に近づいてきますね。また、質問があったら、マリアさんもいらっしゃるうちにぜひあげてください。で、皆さんも、サイレントで聞いてくださってる皆さんもぜひ、質問あったら送ってください。今日は、ありがとうございました。では